再生回数伸びている。再生回数伸びている。登録者数増えている。ホワイトボード大沢でございます。いやー、このね、シリーズ冬連、皆さんに可愛がっていただいておりまして、再生回数もね、ぐんと伸びて、結構登録者数もね、たくさんの方に登録を新規にしていただいております。で、第3弾でございます。ちょっとね、腰をね若干痛めておりましてね、というのも最近ね、見ていただいた方は分かると思うんですが、スマホでね、私実際このスマホで各学校行ってこう撮影しておりまして、カメラマンっていうのは大変だなと思います。腰やりますね。ちょっとね、寒空の中やってますんで腰をこういたわりながらというところなんですが、今治西、甲子園27回出場ね、これまで夏13回、春14回、34勝挙げてるんですね。これベスト4も5回ありますから、ちょっと調べてみると、これ30通算の勝利数って38位だったかな、まあ、40位以内ぐらい全国で、いやいや、で公立ですからね、さらに公立だけに絞ったらかなり上位だというふうに思います。名門です。はい。で、2020年から今の千葉監督が率いておりますね、母校を率いてます。彼自身もまあ選抜でね、藤井投手のキャッチャーとして95年春選抜ベスト4を経験してますが、メジャー打法というね、このバッティングをこう取り入れてますね。なんていうんですかね、こう下半身の力をこう上半身にこうつなげていくっていう、こうみたいな、多分全然違うと思いますけど、やってるんですよ。だから冬の練習もそういう、なんていうんですかね、サーキットトレーニングなんかもやってるんですが、この後ご覧いただきますけども、それをなんていうんですか、それ下半身の力を上半身に、こううまく結びつけられるような、なんかトレーニングをやってるということなんです。で、結果も少しずつやっぱり出てまして、あと一歩なんですよ、甲子園というところが。秋の大会、夏の大会ね、おととしぐらいからこう徐々にこう上が見えてきまして、2022年の夏がベスト4でしょ。で、秋が県大会優勝で、四国で敗れたと。で、去年の夏は準優勝ですよ。で、秋準優勝で四国一勝して、あと一歩っていうところでもう甲子園が見えてるんですね。で、今年の冬連、これを超えて、夏9年ぶりの、夏の甲子園を目指す戦いが始まるということになるんですね。じゃあ行きましょうか。行きますよ。今日も元気にプレーボール。腰がちょい痛い。冬の練習は基本的には
個人のレベルアップにも費やす、うん、あの時間だと思ってますんで、はい、まあ、今でしかやっぱりそこら辺の時間をしっかりと取れないと、思いますので、自分のこう必要なところとか自分の目標に目がけてあのやれることをしっかりやろうというような時間にしてます、うん、個人個人が目標を立てるってことですか。そうですね、はい、うん、もう全体でこう必要なことを、まあ、やる場面もあるんですけど、トレーニングあたりは、はい、あとのそうですね、あの目標についてはもう個人がこう例えば春までにどうなりたいかとか、まあ、夏までにどういう選手になりたいかっていうところで、自分が足りないところあたりをもうしっかりこう目標立てて、はい、まあ、逆算をしてで、強化していくっていうような、まあ、考え方です。なるほど。食レポ美味しいです足立くんどうですか。めちゃめちゃ美味しいです。食べてる。はい、美味しいです。感謝です。感謝。美味しいです同じことやな。あと1ヶ月後の試合でしっかりできんといかないで、そこ
意識してやってくださいナナさんが言ってた。ここで帰る件、帰る件、つまり。どうですか、ここまでの上の練習の手応え。はい、そうですね、まあ、順調に体力的にも技術的にも、うん、力は、まあ、目に見える形で、はい、成果は現れているかなというふうには、はい、感じています。なるほど。今年の、まあ、チームっていうのは夏戦い抜くために、はい、優勝するために、まあ、どんなところを強化してるんでしょうか。そうですね、まあ、秋までの力でもそこそこ戦えてたとは思うんですけど、はい、やはり、まあ、甲子園で勝つっていうところを基準に考えると、うん、まあ、それぞれが本当にここにレベルアップをさらにしないと、はいはい、戦えないということで、まあ、それぞれがこう目標を設定して弱いところもそうですけど、うん、感じながら、強化してくれていると思っています。うん、まあ、今の最上級生っていうのは悔しい思いを夏も秋もしている選手たちですけども、はいはい、夏甲子園に行くためには、はい、
具体的に言うとどんなところをこう強化されてるんでしょうか。そうですね、もう本当あと一歩を超えていこうというところで、ピッチャーであったら本当にあの球速アップで、バッターであったら、バットも変わりますし、より技術をしっかり磨いていかないと、通用するバッティングはこう身につかないということで、ただその技術力の部分で、もしこう差を出せることができたら、十分武器になるんではないかなと思って、秋以降今ずっとこう突き詰めてるバッティングに関しては、はい、もう一回基礎からやり直そうということで、座学も交えながら、もうフォーム作りをとにかく徹底して、11月、12月、1月とは、はい、やってこれてますので、はい、でまあ、それでちょっと実践にそろそろ、はい、つなげていきたいなと。守備に関してもここというところでやっぱりミスもあったので、はい、取れる形、取れるアウトをしっかり取ろうというようなところで、でまあ、守備に関してもバッティングに関してもとにかく強い姿勢で、ボールに向かっていこうとか、ボールを迎えようというような、はいはい、どの場面といいますか、動作のどの局面切り取っても、強い姿勢で、しっかりと体をコントロールするっていうことは、はい、まあ、ちょっと意識しながらはやってます。はい、バッティングの話で出ましたけども、はい、低反発のバット、はいはい、練習始めて、はい、どんな今はこう感触でしょうか。そうですね、まあ、練習に関してはもうほぼ木製のバットで練習してますので、で、まあ、木製でもきちんと打てるような、打ち方、まあ、バットを内から出るようなスイングの仕方が身についていけば、まあ、低反発のバットでも対応できるのではないかなというふうには考えてます。なるほど。どういう、こう戦い方をしたいというふうに、夏のプランはどういう戦い方をしたいというふうに思ってらっしゃいますか。まあ、もちろんロースコアのゲームは、うん、増えてはくると思いますので、はい、まあ、無駄な失点をちょっとでもこう減らしながら、うん、守備やピッチングのこうウエイトっていうのはすごく大きくなってくるとは思うんですけど、うん、はい、ただそこだけのこう捉え方には、うん、なんていうんですか、したくないと言いますか、はい、やっぱりその上でもしっかりと打線として機能して、はい、やっぱり打力で上回っていくような、そういう打線を作りたいなというふうには思ってます。うん、できそうですか。そうですね、今までの歴代のチームと比べても、うん、本当に打つことに関しては、いい打線ができるんじゃないかなというような期待はすごくあります。うん、なるほど、なるほど。投手陣に関してはいかがでしょうか。はい、投手陣もその球速アップということに関してテーマを持ってはやってきたので、全体的にそこの数字は変わりつつあるので、そうですね、なんとか、はい、やってくれるんじゃないかなというような期待はすごくあります。なるほど。まあ、これから2月3月、はい、まあ、夏に向けて、まあ、チームとしてはどういう形でこう歩んでいきたいというふうに考えていらっしゃいますか。そうですね、今冬の間にしか基礎を固めて、基本的なところの強化をしてきましたので、それをこう実践につなげていったりとか、まあ、トレーニングあたりも部分的な強化だけではやっぱり
野球につながらないので、今はちょっとそこをこうつなげていくようなトレーニングであったりとか、瞬発力とか連動性とか、そういった体の機能がこうきちんとこう鍛えたところがつながって伝えていくような、まあ、そういうトレーニング、徐々に切り替えてますし、あとまあ練習に関しても先ほど言ったようにもう本当に個人のレベルアップっていうところに焦点を置いてやってきたので、これからまあ、少し実践的な形であったりとか、もう本当に全体で、の練習もこうこれからゲームに向けてちょっと増やしていきたいなというふうには思ってます。選手の気持ちの面での、はい、こう高まりっていうのは感じられますか？はい、そうですね、シーズンに向けてっていうところではないんですけど、もう冬の練習もすごく意欲的にといいますか、まあ、悔しい思いも持った中 でまたまあ個人的なことやってるんですけど、チーム内でもこういいライバルがいますので、あんま負けたくないっていうような気持ちも練習の中でも出てますし、はい、そういったものが、そうですね、またこう一つになった時にチームとして、まあ、より高まっていけるのかなというふうには思います。監督自身も夏の甲子園というのは非常に、はい、まあ、行きたいという思いが強いと思うんですが、はいはい、今年の今治西の夏への思いを聞かせてください。はい、まあ、戦える戦力というか力はついてきていると思うので、本当にそのあと一歩を超えるところを、まあ、チームとしての強化を、してきましたので、なんとかそれを形に、したいなという思いを持って日々取り組んでいきたいと思ってます。うん、最後に夏に笑えるように、はい、練習頑張ってください。はい、頑張ります。シリーズ冬連、次は皆さんの学校にお邪魔するかもしれません。